街を見渡せば道行く美女たち。そう、彼女たちはゴルフ美女なんです。街で出会ったゴルフ好きな美女たちに一問一答形式であんなことやこんなことを聞いちゃうこの番組。今回はダブルイーグル銀座店で伺いました。昨日、昨日前です。昨日前です。学生時代の友人です。1992年10月6日です。24です。 A 型です。出身は大阪です。大阪は出ないです。6歳までしかいなかった。はい、趣味は、スポーツが大好きで、休みの日はバスケしたりとか、ずっとバスケをしてたのでバスケをしたりとか、ゴルフ最近始めたのでゴルフ行ったりしてます。特技は、英語ですかね。はい、英語を喋ることです。いや本当ですか。はい。This is myI've been playing basketball for 10 years. And then I have been in Canada for a year, so I can speak English a little. 最近ハマってることですか？ハマってることは、そうですね。ゴルフの打ちっぱなしとかですかね。あ、休みの日、もし暇があれば行くっていう感じ。何フェチ？ですね、腕の血管フェチです。はい。腕にこう、腕から手にかけてこう血管が浮き出てるのがいいです。ゴルフ歴はまだ始めて7月にコース出たばかりなので、まだコース3回とかしか行ったことないです。ベストは133です。はい。あ、本当ですか。ちょっとプロとかに教えてもらって試打室で練習したりとかした。得意なショットはドライバーです。ドライバーしか飛ばないです。ドライバー、でもドライバー全然飛ばないんですけど、最近は安定して当たるようになってきて105、60みたいな感じで。悩みですか。アプローチがうまくいかなくて、アプローチでこうすごい飛ばしてしまうんですよ。なのでちょっと抑えめに打てるようになりたいです。面白いところは回数重ねるとどんどん良くなっていくのと、どんどん欲が出てくるところだと思います。欲っていうのはもっと上手くなりたいとか、もっとこの道具が欲しいとか、このウェアが欲しいとか、どんどん物欲が出てくる。そう、最初始める前はおじさんのスポーツだと思ってたんですけど、やってみるとやっぱりおじさんに負けたくないっていう闘争心がいて、どんどんのめり込むようになっていって、今は普通に楽しめるようになりました。使いやすいのは、最初はスイープをいただいて使ってたんですけど、自分にすごい合ってるなと思いました。どんなゴルファー
メンタルの強いゴルファーになりたいと思います。うまくいかなくてもイライラしないような落ち着いたゴルファーになりたいです。ちょっとそうですね、あーってなっちゃうのでそうですね、やっぱりメンタル強いゴルファーだと思います。表情変えない人、クールな感じ。彼氏さんには、そうですね、一緒にラウンドとか行けたら楽しいんじゃないかなと思いますね。理想のゴルフデート、やっぱ遠出してみたいので北海道とかちょっといいゴルフ場に連れてってもらいたいです。ラウンド中はラウンド中はそうですね、あのミスショットしてもすごい大きな心で大丈夫大丈夫みたいなフォローしてもらいたいです。そうですねそうですね結構海外に行きたいっていう理想があるので、まあ、海外でお仕事をあるいは海外に行けるようなお仕事をしたいです。アメリカが好きでして、アメリカのちょっと田舎の方に行きたいです。2人目の美女は、はい、鈴木麻子と申します。はい、朝ゴルフ、朝ゴルフ、朝ニックネームですか、なんだろう、朝ちゃんとかって感じです。はい、大体みんなお友達とかには、はい、あとゴルフバカみたいな感じで言われてます。はい、1月16日です。大型です。北海道です。もう、そうですね、22歳の時に出てきました。もちろんゴルフです月に、でも月にすると4回とか5回ぐらいです。はい、特技もゴルフです。最近ゴルフウェア選びとか、あとゴルフのサイトを見て、なんかこう、ここのゴルフ場良さそうだなとか、そういうのが好きでハマってます。はい。4、5回は来てると思う。ゴルフボールもそうですけども、普通にこうウェアを見たりとか、あとこういうゴルフバッグ全般、今の流行りが分かるので見に来たりしてます。ちゃんと厳選したものを置かれてるので、失敗はないかなと思います、初心者の方に。男性、女性ですか？男性のですか？あのスイングをした時のここら辺の筋肉を見るのが好きです細かいですはい、8人ぐらいです。はい、94です。5番ウッドが好きなので、フェアウェイに落ちた時の、あのセカンド、2打目が好きです。そうですね、なんかいろんな人と出会いもありますし、まず朝起きる、早く起きるっていうところで健康面にもすごくいいかなと思ってます。
ですね。あ、もっとお金がかかるスポーツだと思ってました。そんなに今はそのウェアとかでもそのリサイクルとかもありますし、あとプレーとかも平日行けばそんなにかからなかったり、あと車も乗り合わせて行けばそんなにこう一回飲みに行ったりとかする金額と相対してもさほど変わらないのかなというところですか。ケアと言いますと、あ、使いやすい、使いやすいメーカーさん何でもいいですけど、ドライバーですかね。いや、飛ばないですけど、当たった時のそのちゃんとしていい当たりをした時のその気持ちよさは何に勝るものだと思います。はい、そうですね、一緒にラウンドした方に不快な思いをさせないようなこうちゃんとマナーができていて、自分も楽しめて周りの人ともこう調和が取れるようなそんなゴルフを心がけてこれからもしたいと思ってます。はい、そうですね、なんだろうどんなゴルフ、スマートな方ですね。全体的な流れがすごい無駄がない動きをされてゴルフをされる方って素敵だと思います。あ、そうですね、大前提です。まだ行ったことないんですけど、2人でハワイとか行ってでも毎日ラウンドしてっていう、まあ、ゴルフ合宿も兼ねたようなゴルフ旅行も兼ねたようなデートが理想です。はい、そうですね、かといってあんまりイチャイチャしたくないので意外とこうファストプレーを心がけながら本当に紳士的なマナーをちゃんと心がけたようなプレーをしたいです。夢ですか。海外の名門のゴルフ場を、回りたいです。はい、一人なのかお友達なのか彼氏さんなのかわからないですけども、その私に夢に一緒についてきてくれる方がいたらぜひ一緒に行きたいなっていうのがあります。はい、今回のゴルフ美女はいかがでしたか。次はどんな美女に出会えるのでしょうか。次回をお楽しみに。